はい、こんにちは。今日はですね、今これ撮影している日がですね、オリンピックの閉会の日なんですけれども、このオリンピックをまあほとんど、まあ、ダイジェストでしか見れてないんですけれども見まして、私が思ったことを少しお話ししようかなと思っております。すごいたくさんの方、アスリートの方が頑張られて、いろんなメダルが、多く日本にも来たと思いますけれども、その中でですね、一つ私が皆さんにお伝えしたい競技といいますかね、がありまして、空手です。空手の型というやつをね、見てね、思わず感動したんですよね。男子金取られました喜友名選手ですね、喜友名選手ですかね、この方の決勝の演武を見て、これは素晴らしいなと思いました。YouTube とかでね、多分まだ出てると思いますんで、もしまだの方おられたら、見ていただいたらいいかなと思います。で、何が思ったか、一番思ったかと言いますと、こう私のような能楽師、能の仕事に携わる身としまして、あの競技を見た時に、これは能じゃないかと、まさにこれは脳なんではないかなというふうに思ったんですよね。普通でしたら相手がいる、相手と殴り合うような感じになるのかと思うんですけれども、なんて言いますか、ボクシングとかそうですよね。そうではなくって、その相手をですね、仮想というか、頭の中に作って、そして型を決めていく、見られたら分かるんですけれども、すごい汗ですよね。あの汗っていうのは、まあ、僕らが能、舞台で能を舞う時に近いものなんじゃないかなと思っております。と言いますのも、能も結局のところは何かが、形としてあるものっていうのはあんまりないわけですよね。相手がいるんではなくて、自分の中で想像したものに対して何かをしていくということがほとんどですので、それであれだけの汗をかく。逆に、頭の中に想像したものというのは、あれだけ汗をかいて気合を入れていかないと倒せないわけですよね。そういう気合のものっていうのは脳にも空手にも通じるんじゃないかなと思いました。で、例えば僕稽古してて、よく言うんですけど、ここの筋肉っていうのを開くときに、手をこうグッと開くことで結構筋肉があるんですけれども、それって想像なんですよね。後ろからこうなんかガッと押さえられて、それをこう自分の力でこう開けていく、そこに間が取れるし、そこに気合が入るし、そしてこうそれで十分にこう体っていうのは鍛えられていけるわけです。というように、相手がいるものだけではなくって、それ以外にも体を鍛えたりとか、頭を鍛えることも大切かと思います。そういうふうな、ことができるっていうのが、今回のこの空手の競技を見てすごく思ったんですよね。それと最後に決勝で戦われた2人がお互いに礼をする、そしてその後この畳の上にお一人乗られて、礼をする、まさにこの礼に始まり礼に終わるっていう、この精神的なものですよね。精神性の高さっていうのは非常にいい感じました。で、我々もそのお稽古する前とか、いろんなところで礼をしていきます。で、実際にこれって何なのかなって考えた時に、相手に対しての敬意を表している時もあります、もちろん。だけれども、そうではなくって、全てのもの、何かというものをあえて、そこに何かをに対して礼を尽くすのではなくって、全てのものに対して、頭を頭を垂れるといいますかね、頭を下げて、礼を言う、ありがとうございましたっていうふうに礼をすることがすごく大切だと思いました。お稽古してて、私に対してありがとうございましたって言っていただくのは、それは非常にありがたいことなんですけれども、それよりもそれだけではなくって、能だったら何百年という歴史、そしてこの歌い本、
そこから得られるものもありましょうし、いろんなもの、すべてのものに対してありがとうございましたというふうに礼を尽くすことが、とても大切なんだなというのを感じました。今回はですね、すごく私が思ったままにお話しさせていただきましたので、取り留めのない話になっておりますけれども、一度、私の見ていただいている皆さんのことが、好きな方が多いと思われますので、一度喜友名選手の演武ですかね、肩の演武を見ていただいて、そこの先にあるもの、あるいはそこにあるこの精神、魂の力強さみたいなものを感じていただけたら、それは脳に通じてくると思いますので、ちょっとお話しさせていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。